上原城は、品濃国諏訪郡にあった、中世の日本の城、長野県指定史跡。上原城の市場として、桑原城がある。英明寺山の西側にある、コンピラ山の山頂と中原の館からなる、諏訪僧侶家の本拠であった猫屋敷山城である。追記年代は定かではないが、室町時代の文章元とし頃、諏訪信光が中原に館を建て、 五代七十四年に渡り、諏訪地方を統治したと考えられている。森荒井実るき留めによれば、上原町には、堀回りが存在し、品の国衆の小規模城下町である、宿城であったと考えられている。上原城下町には、諏訪大社城下と、その別当時である、神宮寺の門前町を包括していた、諏訪の政治経済の中心地であった。天文十一年には、 カイ国の武田晴信が、高藤来継と共に、領主、諏訪頼主を滅ぼし、諏訪軍は、武田氏の両国となる。武田氏の諏訪支配では、不代画廊の板垣信方が、諏訪軍隊として赴任するなど、城代を置いて、諏訪を治めた。板垣信方は、武田氏の諏訪、作軍侵攻において先発隊を指揮しており、上原城配置以前から両軍における所領を当て行、 などを行っている。信方は、正式には、諏訪軍事の立場であったが、天文17年2月の品の村上氏との上田原の戦いにおいて戦死する。信方の死後、上原城には、弟の室住現場光虎等が派遣されるが、同年8月には、長坂虎棒が配置される。天文18年には、上原城に代わり高島城が築城され、虎棒は、 高島城へ移り、諏訪軍の政治的拠点は、高島城に移転された。天正10年3月の小田、徳川連合軍による武田良進行により武田氏は滅亡し、廃城となった。上原城下町は、成長移転後も存続しているが、江戸時代には、諏訪高島城が築城され、新城下町が整備、されると、上原城の町宿は移転され消滅する。現在は、 主格や土類、二の格、三の角、狂わ、空堀、物見石などの遺構が残されている。諏訪市時代、武田市時代は軍事を置いた。ありがとうございます。